みんなこんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。今回のテーマは水を温め続けるとどうなるです。冷たいお水の入ったコップを置いておくと、コップの周りに水滴がつくことがありますよね。これはどこから来たお水なんでしょうか？そう、お水には実はいろいろな状態があるんです。今回はそのことについて学んでいきます。それではレッツサイエンス。それではここでクイズ。今このビーカーの中にはこの赤い線のところまでお水が入っています。このお水を温めるとお水の傘はどうなるでしょうか？1番増える、2番変わらない、3番減る。さあどれでしょうか？それでは温めます。はい、ということで最初お水は、この赤い線のところまでありましたけれども、今この赤い線よりも下のところまで減りました。ということはお水を温め続けるとこのように傘は減るが正解でした。ではこれなんでお水が減っちゃったんだろう。不思議だよね。お水を温めている間何か変わった様子はなかったかな？みんなは気づいたかな？そう、水の中から泡がブクブクブクって出てきましたよね。あの泡はどこから出てきたんだろう。泡を集めてその正体が分かれば水が減った理由が分かりそう。それでは実験してみよう。このように泡を袋の中に集めます。袋の中を見てみるとお水ができていました。お水は温められると水蒸気になって、冷やされると今度はまたお水に戻るんです。ということでお水が温められて水蒸気になるということが分かりましたが、これを利用して面白いものを作ってみたいと思います。ポンポン蒸気船といって水蒸気の力で動く船があるんです。これを作っていきましょう。ポンポン。作り方はイトラーさんの動画を参考にさせていただいています。ありがとうございます。それではまず使うものをご紹介します。紙パック、空き缶、ドロー2本、ろうそく、そしてライターまたはチャッカマンですね、カッター、ホッチキス、ペンチ、そしてボンド、さらにグルーガンです。まずは缶を切っていきます。加工しやすいアルミ缶がおすすめです。この頭の部分とお尻の部分、ここをこのように切っていきます。手を切らないように気をつけてください。ここに取ります。謎の音の刺激で音の刺激でちょっとくしゃみが出ちゃった。そしたらこの上の部分を今こういう風に開
開いてしまうので、ここをまず折っていきます。でもこれとっても硬いので、まあ、ペンチで、まあ、最初からやってもいいんですけれども、まあ、このように硬いものなどで押さえて、こういう感じで折るとやりやすいです。まあ、でもどちらでも大丈夫です。そしてまたペンチでしっかりと押さえていきます。さあ、これもね、手とかこう挟んだりしないように気をつけてください。続いて金属がくっつくボンドで、この今折ったところをしっかりと漏れないように、空気や水が漏れないようにくっつけていきます。これ出して、入り口を塞ぐ感じでこのように塗っていきます。今回はボンドが固まるまでこのようにクリップで挟んで、ちょっと固定をしておきたいと思います。そしたら次はこのストローを、今この固定してない方の反対側を開きますね。ここから入れていきます。ストローのこの飲み口のこの短い方を入れて、この曲がる蛇腹の手前ぐらい、ここまで入れていきます。そしたらこのようにさっき折った面と同じこの面に向かって折るようにしてください。ここできるだけ、できるだけ隙間がないように、こんな感じで折ってください。そしたらまたペンチで押さえていきます。またこの折った面のこの隙間が塞がるように先ほどの金属用のボンドを塗っていきます。ここはしっかりと空気が漏れたりしないようにしっかりと塗っていきます。この周りのところも空気が漏れないようにしっかりと塗っていきます。さあ、これ結構乾くのが、ね、早いので、しばらく乾かしておきます。これを乾かしている間に船を作っていきます。この紙パックのこの真ん中のあたりをぐるっとハサミで切っていきます。ポンポンはいちょっとこのくしゃっとなってる部分は切り落とします。切り落としたら、この牛乳パックのもともとある折り目に合わせて折ると、まあ、こういうちょうど船みたいな形になるんです。なのでこの2箇所をホッチキスで留めたいと思います。強めにやらないと。よし、止まりました。こんな感じで、はい、そしたらこの辺りに2箇所印をつけて穴を開けていきます。カッターでバッテン印をつけて、はい、穴が開きます。そしたらプスッてやっていきます。そしたらこの蛇腹のところあたりまで通して、まあ、こういった形で曲がるような形になります。ここはまあ熱とか関係ないのでグルーガンで穴を塞いでいきます。ここ塞がないと水が入ってきちゃうんですね。そしたらグルーガンをこのストローのこの
こっち側にそれぞれ塗ってペタッと貼って、このように固定をしたいと思います。そしたらストローを適当な長さに切ります。はい、このようになります。当たっちゃうので少しだけ切りました。さあ、これで完成です。そしたらお水をこのストローのところから入れていきます。はい、入りました。そしたらこのろうそくをこの船の上、そしてこのアルミ缶に当たる位置に置きます。で、これ火力が弱いと進まないので何個か置いていきます。今回は3個ほど使ってみます。そしてそれぞれに火をつけます。そうするとなんか音がポン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 って鳴ってくるんですね。おお、出てきました出てきました。ほらほら、さあこのように進み始めました。ポン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 。このお水が缶の中でろうそくによって温められて水蒸気になります。そしてその水蒸気が出る力でこのように進んでいくんです。すごい、これ本当に感動しますよ。もう、座礁したやつもありますけれども、ちょっと失敗もねあると思います。で、これはおそらくこの缶のところから、お水が漏れてしまったので、そこをしっかりと塞げばこのようにうまく走ると思います。またろうそくが1個だけとかだと火力が足りない場合がありますので、今回のようにこのように3つで私たちはうまくいきました。沈没船が、これはなんていうのかな、こういう電気とかそういうものを使わずに水が温められて水蒸気になるっていう、とっても簡単な原理だけでこういう風に進んでいくっていうのは、すごい感動しますよ。作ってみると、ちょっと最初うわ大変そうって思うかもしれないんですけど、絶対やってみるとって本当に思えるものだと思います。ぜひ皆さんやってみてください。ということで今日のまとめ、お水は温め続けると水蒸気になります。そして水蒸気が冷やされるとまたお水に戻るんです。最初にお話しした冷たいお水が入ったコップの周りに水滴がつくのは、実はあの水滴って空気の中にある水蒸気がコップによって冷やされたものだったんです。また皆さん、このポンポン船本当に感動しますので、ぜひ一度作ってみてください。ということで、この動画がためになったよという人は高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。